スチューベン郡はアメリカ合衆国ニューヨーク州の南西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は 98,990 人であり、2000年の 98,726 人から 0.3% 増加した。郡庁所在地はバスであり、同郡で人口最大の都市はコーニング市である。郡名はアメリカ独立戦争の時にアメリカ側で戦ったドイツ人将軍フリードリヒ・ヴィルヘルム・フォンシュという弁にちなんで名付けられた。ただし、発音はアメリカ英語風に変えられた。1683年にニューヨーク植民地で郡が作られた時、現在のスチューベン郡地域はオールバニ郡に属していた。これは巨大な郡であり、ニューヨーク州北部とバーモント州のすべてを含んでおり、さらに理論的には西の太平洋岸まで広がっていた。1766年7月3日にカンバーランド郡を分離し、1770年3月16日にグロスター郡を分離したが、どちらも現在はバーモント州に含まれている。1772年3月12日、オールバニ郡の残りが3つに分割され、1つはオールバニ郡の名前で残った。1つは西部に作られたトライアン郡だった。トライアン郡の東部境界は、現在のスケネクタディ市の西約5マイルにあり、アディロンダック山地の西側とデラウェア川西支流より西の領域を含んでいた。トライアン郡に指定された地域には、現在のニューヨーク州37郡が入っている。ニューヨーク植民地総督のウィリアム・トライアンにちなんで名付けられた。1776年に先立つ年にトライアン郡のロイヤリストは大半がカナダに逃亡した。1784年アメリカ独立戦争を終わらせた条約締結に続いてトライアン郡はモンゴメリー郡に改名された。これは独立戦争時の将軍リチャード・モントゴメリーにちなむ命名だった。モントゴメリーはカナダで数カ所を占領した後、ケベック市攻略中に戦死した。憎まれたイギリスの総督に代わる命名だった。1789年、モンゴメリー郡からオンタリオ郡が分離した。この時のオンタリオ郡は、現在の領域よりもかなり広かった。1796年、スチューベン郡がオンタリオ郡から分離して設立された。1823年、スチューベン郡の一部とオンタリオ郡の一部を合わせ、イエーツ郡が設立された。さらに1854年、その一部とシェマング郡、トンプキンス郡それぞれの一部を合わせ、スカイラー郡が作られた。スチューベン郡はニューヨーク州南東部にあり、ペンシルベニア州境に接している。この地域は州内でサザンティアと呼ばれている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、郡域全面積は1404平方マイルであり、このうち陸地1393平方マイル、水域は11平方マイルで、水域率は 0.82% である。ニューヨーク州内のアディロンダック山地より南では、面積最大の郡である。主要高規格道路空港郡内には次の公共用途空港がある。スチューベン郡は17人の議会によって統治され、議会には1人の議長がいる。ニューヨーク州議会下院では、第132、第133及び第148選挙区に、上院では第58選挙区に入っている。アメリカ合衆国下院議員では、ニューヨーク州第23選挙区に入っており、2013年時点では共和党員を選出している。司法では次の区に入っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。